こんにちは、シャルピノチャンネルです。今日は庭に井戸を掘っていたら良さそうな粘土が取れたので、焼き物を焼いたらどうなるか試してみました。取れた粘土がいいものかどうかはよくわかりません。しかしとりあえず焼いてみれば土器にはなりそうなので試してみることにしました。まずは焼き物を焼く釜から作ってみました。庭の隅の土手を1メートルほど掘って煙突になる穴を開けました。崩れてくるのでコンクリートブロックで入り口を補強しました。もし今回の企画がうまくいったら本格的な釜を作ってみたいと思います。近所で竹やぶが広がって困っている方がいらっしゃったので、竹を切る手伝いをしました。切った竹は必要ないとのことでしたので、燃料として竹をもらってきました。いただいた竹は薪割りの要領で細かくしました。子供たちに粘土で焼き物を作ってほしいとお願いしたらこんな感じになりました。こちらとしては皿や壺を作るのではないかと勝手に期待していましたが、子供の発想に脱帽です。釜の中に子供たちの作品を入れて火をつけて焼いてみました。なかなか火がつかず、安定して燃える頃には夜になっていました。暗闇で燃える炎が神秘的です。次の日です。中から作品を取り出してみます。焼けているでしょうか。すすだらけで黒くなってしまいました。釜の中が不完全燃焼で煙が充満していたせいでしょうか。すすが取り除けないかもう一回焼いてみました。もっと黒くなってしまいました。どの程度の焼き具合か叩いて調べてみると、乾いた音がします。土器くらいの焼き加減ですね。なんとか陶器くらいの焼き加減を目指したいです。今回の焼き物は失敗でした。まず釜の中が不完全燃焼で焼き物がすすだらけで真っ黒になってしまいました。釜の構造を改造してみようと思います。また燃料を竹焼きではなく炭を使用した方が良さそうです。改善点は見つかったので、うまく焼けるようにもう一回頑張ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録を。